北海道開拓の父と呼ばれる佐賀藩士嶋義武の生誕200年を記念した特別展が佐賀市で開かれています。今年生誕200年を迎える嶋義武は、幕末から明治の初期にかけて札幌の都市計画を作るなど、蝦夷地北海道の開拓に尽力した佐賀藩士です。会場の佐賀城本丸歴史館には、嶋の足跡をたどる資料などおよそ50点が展示されています。こちらは嶋が明治新政府の要職を務めていた大久保利通に宛てた書簡です。蝦夷地の開拓に旧幕臣を送り込むよう提案しています。こちらは嶋の兜の頭頂部に乗っていた妙見菩薩像です。現在札幌市の本龍寺境内にある妙見堂に祀られているもので、10年に一度しか開帳されない貴重なものです。嶋義武の人となりとか知られざる足跡というのが分かる資料を多数展示しておりますので、会場でぜひそれをご覧いただければと思っております。特別展は来月11日まで開かれています。